イソモンガラは、フグモク、モンガラカワハニカキヘリモンガラ属に分類される魚。オスの制魚は、体長55センチメートルほどにもなる大型種である。体型は、側編し、尾ひれの上下用はやや伸びる。第一トゲ状が特に発達した第一背びれを持つが、普段は収納されている。制魚の体色は、脳性色で、黄色い小斑が、体側に散らばり、 ヒレには黄色い縁取りがある。幼魚は黄色、または高褐色の体に明るい青の波模様や斑紋があり美しい。この模様は成長に伴って繋がっていき、青い部分が体の大半を占めるようになって生魚の退色に近づく。英名はこの退色変化の段階に対応して、ブルートリガーフィッシュやリップルドトリガーフィッシュ、イエロー、スポッテッドトリガーフィッシュ、 ブルーゴールドトリガーフィッシュなど複数ある。生魚。エジプトの航海にて。幼魚。リップルドトリガーフィッシュの英名は、幼魚の青い波模様にちなむ。南アフリカから、航海、ソシエテ諸島、日本南部、オーストラリアからニューカレドニアに至る、インド洋、西太平洋の広い範囲に分布する。熱帯から亜熱帯の沿岸域の岩礁やンゴ礁に生息し、 水深350メートル付近に現れる。主に二枚貝や、小型甲殻類、五貝などの低性無脊椎動物を食べるが、付着藻類など植物性の餌を取ることもある。モンガラカワハギカの多くの種と同様、気象が荒く攻撃的で噛みついてくることもあるため、本種に近づかないダイバーも多い。ABCDEF フィッシュベス、ハットザタクソノマイコのアーカイブのマーチさん。 2016アットザウェーバックマシンありがとうございます。